はいどうもこんにちは、しゅんじです。今日はスーパーで買ってきました食玩トミカ標識セット全5種類見ていきたいと思います。これすごい人気があったみたいで、あのね、一番がね、僕のところ売り切れちゃってて、もう探すのにねめちゃめちゃ苦労しました。ではね、箱を見ていきますね。こんな感じ、全5種類ですね。ここ書いてます。で、標識がね入ってるみたいです。で、中にはねチューイングガムも入ってますね。で、くるっと回すとこんな感じ、横にねラインナップ書いてますね。1番スズキアルトパトロールカーに、2番 UD トラックスクオンで、3番が UD トラックスクオンタンクローリーに、4番が UD トラックス動物運搬車ペンギン。 UD トラックス3種類すごい。三菱ふそうキャンターレッカー車になってますね。いやすごい、働く車だらけですね。で、上にはね、これ中に何が入ってるか書いてますね。これ1番のスズキアルトパトロールカーが中に入ってます。ではね、1番から見ていきますね。うわ、綺麗にめくれなかった。よいしょ、はい、じゃじゃん、はい、こんな感じ。おお、はい、ガムはねこんな感じで、ではね標識組み立てます。下ね台座ぐさっとね差し込んで、はい、ペタッと貼ります。はい、これで標識の方はね組み立て完成で、はい、こんな感じで置くことができるようになってますね。この標識は指定方向外進行禁止 A ですね。矢印の方向以外の進行ができません。ではね、車の方を見ていきます。じゃじゃん、スズキアルト、はい、パトロールカーですね。くるっと回すとねこんな感じになってます。車はねちっちゃくてねすごいね可愛いですね。ヘッドライトシルバーにね塗装されてて、でホイールはねノーマル形状になってますね。でここにね警視庁とポリスって書いてます。でくるくるっと回して、後ろには警視庁とあとポリスって書いてて、テールがね綺麗に赤色にね塗装されてますね。でギミックでね、これバックドア開きそう、よいしょ、あ、開きましたね。こんな感じでバックドアがね開くようになってますね。でくるっと回して、反対側のサイドで、屋根にはね、赤色灯がついてますね。でガラスはちょっとねスモークが入ったガラスになってて、で中は右ハンドルの多分これ白色じゃないですかね、もしかしたらベージュかもしれない。で底面ね、こんなか、あ、こっちかな、はい、こんな感じになってますね。で下に置いて、サスペンション機能がついてます。これどうなるかね分かってなくて、値段が500円ちょっとしたんですよね。なんでもしかしたら通常のトミカと同じような感じかなって思ってたら、本当にね通常のトミカと同じねダイキャストになってて、いやかなり作り良かったですね。プラスチックではないんですね。では次いきますね、2番の、UD トラックスクオン、を見ていきますね。はい、ペリペリ、あれこれうまくめくれないな。はい、シールをねペタッと貼って、はい、これで標識の方ね組み立て完成しました。この標識は車両進入禁止ですね。車両、自動車、軽車両、原動付き自転車の、進入がねできません。ではねトラック見ていきますね。じゃじゃん、かっこいいかっこいい、これ UD トラックスクオンですね。運転席部分綺麗なねグリーンのソリッドになってて、でヘッドライトとかねこのグリルのところすごいね綺麗に塗装されてますね。であと UD って書いてあって、で、屋根ですね、前のところにねトミカって書いてます。でくるっと回して横、ホイールはねノーマル形状になってて、荷台部分ですねトミカって、こうかっこよくないですかね、なんか文字がねいいですね。でくるっと回して後ろ でくるっと回してね反対側にもトミカって書いてますね。で、底面はこんな感じになってて、ギミックでねサイドのパネルがね開くようになってますね。こんな感じで開きます。で反対側もこんな感じでね開くことができて、中にねあのちっちゃいものでしたら乗せることができるようになってますね。すごいめちゃめちゃねこのヘッドの部分ね綺麗な色してますよね。僕好きな色ですねこれ。いやこれめちゃめちゃ楽しいですね。次はね3番の UD トラックスクオンタンクローリーを見ていきます。さあちょっとゆっくりめくってね綺麗にめくりたい。あーダメだ。はい、シールの方ねペタッと貼って、はい、これで、標識の方ね、組み立て完成ですね。この標識は学校幼稚園保育園等ありですね、前方にね学校や幼稚園保育園があることを示すね標識となってます。では車の方見ていきますね。よいしょ、取り出して、これは、UD トラックスクオンタンクローリーですね。後ろのタンク部分がめちゃめちゃキラキラしてる。フロントねヘッドの部分が青色のソリッドになってますね。さっきと、ヘッドの部分はね
同じですかね、同じ形になってて色はね違うんですけど、細かい塗装はね同じですね。真ん中 UD って書いてて、屋根がねちょっと違うんですよね。屋根のところね、こっちは、樹脂パーツのやつがついてるんですけど、こっちはねついてないんですよね。ルーフのところねちょっとボコボコした感じになってて、細かい作りになってますね。で横こんな感じで、ホイールはねノーマル形状になってて、なんといっても後ろのねこのタンク部分、ここがメッキでねキラキラしててねかっこいいっすね。でくるっと回してね、これ映っちゃうんでね、僕うまいこと撮らないとダメなんですけど、で、ね、いろんなものちょっと映っちゃってるんですけど、危険物のねこのマークがあって、いやかっこいい。でよいしょくるっとちょっと持ち上げてね、くるっと回して横こんな感じで、で上から見るとねこんな感じですね。いやかっこいいですね。上の作りなんかも細かいですよね。で、底面はねこんな感じになってますね。いやこれ実は欲しかったんですよ僕。うん、あのねタンクローリーの後ろのねメッキバージョン、なんかかっこいいっすよね。カプセルトミカとかポケットトミカみたいな車両かなってちょっと思ってたんで、いやこれはねテンション上がりますね。次はね、4番ですね、 UD トラックス動物運搬車を、ペンギンが入ってますマジですか。はい、ペリペリっとねめくってよいしょ。はい、シールの方ねペタッと貼って、ちょっとねシール歪んじゃいましたけど、これでね組み立て完成ですね。この標識は信号機あり、前方にね信号機があることを示す標識になってます。で、車の方ですね、 UD トラックス動物運搬車、後ろにねペンギンが乗ってるみたいなんで、いやどんなだろう、おお乗ってる乗ってる、めっちゃ可愛いですね。くるっと回すとね、こんな感じで色はね、水色のソリッドになってますね。でトラックは UD トラックスということで形同じかな。形はね、あちょっと変わってますね。あ若干違う、やっぱり若干違いますね形が。ヘッドライトにグリルね、で UD って書いてて、この辺のね細かい作りよくできてますよね。で、ホイールはノーマル形状で、あーすごい、片側ね4個ついてる。でね近くで見るとこんな感じですかわいい荷台にいてますよ、ペンギンさんがね、すごい2羽いてますね。いやかわいいな。で氷なんかもね中に入ってていいですね。でくるっと回して後ろね扉があるんですけど、これはね開くようになってます。取れたりすんのかな。いやさすがにね取れないですよねこれは。あ中のは取れないですね。で扉が開くだけですね。で閉めてくるっと回して、反対側から見るとこんな感じ、後ろ姿が見えるようになってますね。で上から見るとこんな感じ、上もねクリアパーツになってるから、こう上からね覗き見ることができるようになってますね。で底面ねこんな感じですね。いやこれはねめちゃめちゃ可愛いですね。もうなんか大人から子供まで欲しい車両のような気がする。トラックの色もね本当に可愛いですよね。前のヘッドの部分と、あと後ろの荷台の部分がね全く同じ色っていうのがねまたいいですよね。では最後、早いですね、5台だから結構多いなって思ってたんですけど、あっという間でしたね。5番三菱ふそうキャンター、列艦車ですね。はい、ペリペリ、あ綺麗に最後はいけましたね。はい、シールをねペタッと貼って、これ止まれって書いてますね。これで、標識の方ね組み立て完成です。これは一時停止 B ですね。この標識の先にある停止線では、車両と路面電車は直前で一時停止しなければいけない。停止線がない場合は標識の前で一時停止しなければいけません。では車の方ですね、三菱ふそうキャンターのレッカー車ですね。はい、くるっと回すとね、こんな、おお赤色でね、赤色ってなんかちょっと珍しくないですか。あんまり見ないですよねレッカー車で。前ねヘッドライトに、あとキャンターって書いてるね、あと三菱のマーク、この辺の塗装すごい綺麗ですね。あとフロントガラスの周りもね綺麗に黒色にね塗装されてますね。で、ホイールはノーマル形状になってて、でヘッドと後ろがね赤色になってるんですけど、この、後ろの部分はねプラスチックでねできてますね。でくるっと回して後ろ、テールとか、これテールとかですかね、塗装されてて、で、反対側ですねこんな感じで、上から見るとねこちらですね。で、後ろの荷台のところに乗ってるのはねこれ装置がいっぱいついてるんですけど、でこれねこんな感じで動かせるようになってますね。ここ動かせましたっけ、動かせないね、動かないですね。でこれだけですね。別車両のね、前輪ですね、これをここにねセットして、
はい、こんな感じで運んでね遊ぶことができるようになってますね。レッカー車って言ったら青色が多いんで、いやなんか赤色ね珍しくていいですよね。ちょっとシールとか貼ったらすごいかっこよくなりそうですね。今回はスーパーで買ってきた食玩トミカ標識セット全5種類ご紹介しました。これどんなのかねよく分からなかったんで、500円ちょっとって高いなって思ってたんですよね。保存用にもう1セット買おうかなって思ったんですけど、ちょっと高いからやめとこってなったんですけど、いやこれは保存用でも欲しいですね欲しい。トミカが本当プラスチックとかでできてると思ってたんで、もっとね作りいまいちかなって思ってたんですけど、まあ、ダイキャストでね本当に通常のトミカとね同じ作りなんで、いやこれは嬉しいですね。可愛い標識も入ってるんでね、これを使いながらこうトミカを、走らせてね遊んだりすることもできるんですけど、まあ、せっかくなんで標識の意味なんかもね説明書き みたいなのも書いてくれてたら、ちっちゃい子もね勉強になっていいのかなっていう気はしますね。でねこのシリーズどんどんね出てきてくれることをねちょっと期待しておきたいと思います。はい、ということで今回はこの辺で、最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしかったらコメント評価チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。